皆様ごきげんよう今日は東京九段にある靖国神社の休憩所についてお話ししてみたいと思いますあるというかもう今はないのでかつてあった休憩所ですねねこの鳥居を入っていくとこんな感じかつてこういう感じの休憩所がありましたあの鳥居から入って、えー、本殿に行く中間地点ぐらいかな距離的にはね 外はこんな感じのーテーブルと椅子が並んでる、ね、とても趣のある休憩所でした中はこんな感じうんーねとてもこの昭和の風情というか色濃く感じられる空間です日光とか、まあ、こう伝統的な観光地に行くと、まあ、こんな感じの休憩所が今でもあるのかなあるかもしれませんけれどもそんな趣があります お土産コーナー靖国神社のいろいろなお土産を売っています食べ物こんな感じね <laughs> まあ定番ものがありますようん牛丼もあったかなビールも売ってましたねそれでね休憩所の由来飾られてたらねこれがねなかなか立派なことが書いてあるのでね私読んでみますからちょっと聞いてください 休憩所の由来この建物は昭和11年5月30日東京家政学院の豊原茂雄先生の兼納されたものである先生は彦根藩士の娘として生まれ若くして国を思う心が強く日々靖国の社に参拝し英霊を慰めまた朝夕この休憩所において 参拝者の世話に当たられた。記して豊原先生の特使を長く公正に伝えるものである。昭和45年10月18日、靖国神社社務所学校法人東京火星学院。先生が教えていた東京火星学院というのは、今でもこの靖国神社のほど近くにある 東京家政大学でしたっけ近くにありますよねその大学の前身なんだろうねこの由来を読んで偉い先生が偉い方がいらっしゃったもんだなと思いを新たにしました門のところで記念撮影もしました今日は靖国神社にあった休憩所についてお話ししました その後、休憩所は解体されて、えー、令和元年に今のとても綺麗な休憩所がオープンしております。それではまたお会いしましょう。See you.